総理大臣秘書と書いてあると思うんですけど、皆さんパッとそれぞれ浮かんだイメージを絵で描いてみてください。一番上手なんじゃないか父の日とかにスーパーに貼ったよ世界的な取り組みとして今話題の SDGs。 そんな SDGs のことを内田篤人と共に学び、さらに彼の知られざる素顔まで発見してしまう番組、内田篤人の SDGs スクール。いつも幸せに。さあ始まりました、内田篤人の SDGs スクール。クラス担任のなすなかにし那須でございます。さあそして生徒が、内田篤人くん、中西くん、秋田さらちゃんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれでは早速いきましょう。まずはクイズでございます。世界の国会議員の中で女性が占める割合はどれぐらいでしょう。何割だろう。4割ぐらいいるんじゃない。4割。さあさらちゃん。2割。2割少ないんだね。さあ今回こちらの答えを教えてくださるのは今回もこの方でございます。広告などを制作する傍らデザインとデータを通じて女性が抱える課題解決を目指すレディーノーズプロジェクトなども手掛ける社会派クリエイティブディレクター辻麻子先生でございます。お願いいたします。お願いします。先生、割合でございますけども、はい、正解 25.5% です。世界でいうと大体4人に1人と言われてるんですけど、うん、日本だと約1割 9.9% で、うん、これ世界だと166位と結構下の方なんですね。そうなんだ、はいはい、ということで今回のテーマはこちらでございます。ジェンダーギャップについて考えよう、はい、こちらジェンダーギャップなんですけども、先生どういったことでしょうか。日本語で言うとこう男女格差みたいなイメージがすごく強いと思います。それも一つのすごく大事なポイントではあるんですけど、前回あの LGBTQ の話させていただいたと思うんですけど、全てのジェンダーにまつわるあの課題なのかなと思うので、今日はそのジェンダーギャップ、つまりジェンダーにおける格差の問題について触れていけたらと思っています。はい、ではまずはこちらをご覧ください。総理大臣秘書と書いてあると思うんですけど、皆さんパッとそれぞれ浮かんだイメージをちょっと手元で絵で描いてみてください。絵で描く、もう迷うことなくパッとペンが走り出してるわけですから、やっぱイメージあるんでしょうね、うんうん、いやうまく描けてるとは思います、うん、さあ描き終わったようですので中西くんから見ていきましょうか。はい、こんな感じじゃないですか。はい、うまい、うま、上手に描きましたね。いい、うん、ただちょっと好みを入れて秘書のスカートを短くしてみました。何やねんってことはやっぱりその、うん、眼鏡かけてらっしゃる方は秘書、そうで、お隣が総理大臣。総理大臣、うん、なるほどね。イメージね、うまいですね、うん、うまいね。さあさらちゃん見せてください。あ、いいですね、うん、かわいい、いいですね、かわいい。さあどっちが総理大臣ですか。こっちが総理大臣、はい、で、眼鏡かけてんの秘書、うん、互いにやっぱ薄めなんです、髪の毛ちょっと見えなかったんですけど、まあ、じゃあイメージやもんな、ね、イメージやもんな、イメージありますね、そりゃそう、うん、そう。さあ内田君、はい、見せていただきましょう。一番上手なんじゃないか画伯です。父の日とかにスーパーに貼ったんだやっぱ杖ついてるんでちょっとおじいちゃん、なるほど。あとはやっぱヒール履いてますんで、うん、まあ女性の方、秘書かな。秘書、秘書は何を持ってるんですか。秘書あれはやっぱ手帳ですよね、スケジュール帳背からちょっと浮いてますあれはもう総理大臣を後ろから狙ってるやん、鉛筆ですよさあこれ書いていただきましたけど、先生こちらはどういったことなんでしょうか。はい、皆さんどちらかというと総理大臣が年配の男性で、うん、秘書が若い女性だと思うんですけど、はい、うん、総理大臣ってじゃあ女性なっちゃダメなんだっけって、そんなこともないですし、そういう、こう無意識で当たり前だと思ってるっていうのがジェンダーにまつわる偏見でして、こういう偏見の積み重ねがジェンダーギャップを生んでいるということなんですね。だからもうイメージがそうだから、はい、悪気はないんですけどね。そうなんです、そんな差別しようなんてことも考えてないんですけどね、うん、続いてはこちらをご覧ください。
女子力という言葉なんですけど、この女子力と聞いて皆さんどんなことをイメージされるでしょうか。まあ、料理ができるとかなんかはよく言いますよね、女子力高いとか、身だしなみとかね、はあ、サラダ取り分けるとかもそうかな。あ、なるほどなるほど。サラちゃん何だと思う。学校で文房具とか可愛いの持ってたりする。可愛いやつな。なるほどね、プリキュアのね。燃え袖とかね。あれも女子力高校生の時よかったですよね、燃え袖、ね、ここまでこうやってやってるやつね。そうそう、可愛らしいっていうイメージがすごい。歩く時ここ男子のこここうやって引っ張ったりしてね。ここだけで話できるわ。この女子力実は結構ジェンダーギャップにまつわる言葉でして、例えば男性は強くあるべきだとか、一方で女性はおしとやかであるべきだとか、丸々であるべきっていう考え方自体が実はこういった偏見、性別にまつわる偏見を生んでるんじゃないかなというのがあります。ジェンダーギャップを示すいろんなデータありますので、いくつか見ていけたらと思います。これはある仕事についている女性の割合、黒が女性になります。これ何の職業だと思いますか。結構身近ですか、その職業は。身近じゃないかもしれないです。パイロットとか。なるほど、なるほど。パイロット、女性のパイロットってあんまり。確かに、ね、そうですね。サラちゃん何か分かる。警察官。はー、なるほど。正解は日本の上場企業の中の役員で、実はたったの 5% しかいなくてですね、それこそ女性に関わるサービスとかそういう商品たくさんあるのに、そういう企業も含めて会社のトップは結構男性が多いんですよね。続いてこちらもご覧ください。今度逆ですね。こちらある仕事についてる、これもそうなんですけど女性の割合なんですが、逆に何だと思いますか。それこそだから女性だから、化粧品会社で働いてる。あ、なるほど、ね、メイクさんとか。あ、はい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 。初めてじゃないですか、まともなこと言ったの。正解は何でしょうか。正解、ホームヘルパーさんです。へえ。逆に8割以上が女性で、例えば体の動けない人を介護したりですとか、そういうまあ力仕事っていうのもあるので、男性がもっといてもいいはずなんですけど、こういうまあいわゆるケア労働って言われたりするんですけど、そういうサポートする仕事は結構女性が多いんですね。続いてこちらです。こちらはですね、給与所得、お給料の分布の図なんですけど、一番上の300万円以下を見てみますと、男性だと全体の約 20% ぐらいが300万円以下の年収を受け取っていらっしゃる方に対して、女性は約6割なので半分以上が年収300万円以下で過ごされていらっしゃると。で、一方で一番上の900万円以上、男性でいうと全体の 10% 約1割いらっしゃるのに対して、女性は 1.7% というところで、ここも10倍ぐらい違うと。なので賃金が高い役職には男性が多くて、で一方で賃金が低い職業には女性が多いっていうのが、ジェンダーギャップのすごく大きな課題なのかなと思います。さあ、ちなみに日本はですね、ジェンダーギャップ指数ランキングというのも低いんですよね。そうなんです。世界経済フォーラムが発表するこのランキングというのがあるんですけど、このジェンダーギャップ指数ランキング、日本は最新でいうと120位。FIFA ランキングで言ったらもうめちゃめちゃ低いですからね。さあ、ちなみにジェンダーギャップ指数ランキング世界1位の国はアイスランドなんですけども、あることを変えたことでジェンダーギャップが小さくなりました。それは何でしょう。変えた、簡単なことですか。皆さんに関わるものだと思います。あれだ、男性の育休。鋭いとこ来ましたよこれ。合ってますか先生。まさに正解でございます。すごい、正解。これ初正解じゃないですか。育児休業です。そんな初正解とか言わなくていい。さっきご紹介いただいたアイスランドの育休期間なんですけど、父が6ヶ月で、母が6ヶ月のプラス6週間と両親がそれぞれ別々に取っ
取れると言われていて、かつその間給与の8割が政府から支給されるルールになってまして、なので父親の育休取得率っていうのは全体の7割を超えていると。日本でもですね、以前育休を取得しようとした男性が転勤させられたことがあって、結構ニュースでも話題になってたんですけど、こう、まあ、個人でそういった形でジェンダーギャップを自分が取ろうと思ってやってても、そういう社会とか企業が理解を示さないっていう場合も往々にしてあるので、法整備っていうのがすごく大事ではあるんですけど、社会のそういう構造から変えていかなければいけないっていうのがこの課題なのかなと思います。さあ、では最後に内田君、はい、今回の授業のまとめお願いいたします。まあ、日本ではまだまだジェンダーギャップっていうのがあると思いますし、まあ、自分が意図してなくても無意識に行ってるっていう可能性があるので、まあ、そういうところを気をつけていきたいなと思いますし、男性だから女性だからって区別するんじゃなくて、その一人一人の個性をね、みんなが認めて、みんなが生きやすい社会にしていけたらなと思います。それでは皆さん、 YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。この番組での収益金は LIXIL とユニセフとのパートナーシップ、メイクアスプラッシュに寄付させていただきます。